え、待ってな、あれ400Rじゃね。よろしく頼む。ユーラスのスカイラインですね。かっこいいよな、俺。もユーラスのスカイライン。でクラウンがあって、あとはなんだ、センチュリーかな。センチュリーですね。1個前のセンチュリーです。アコスカかな、アコスカあって、すげえ本物だ。ケンとメリーのスカイラインってやつですな。こっちが R34GTR。 R32 があって、マナブさんおるよ、マナブさん。オンフォードシール。あれは何？違う。ザガード、ステルビオだ。スカイラインのシルエットフォーミュラーっぽくしてるやつですね。まんま昔のシルエットフォーミュラーそっくりです。ただ学生が作ったやつらしくて全部名前が書いてありますね。すごいこれ、スーパーシルエットっぽいです。シルエットフォーミュラーと西部警察をくっつけたのかな。これがいわゆる渡辺のホイールです。なんと昔あったオートバックスのガライアの EV らしいです。
え、待って、あれ 400R じゃない？すげえ、500ล้านบาท500ล้านเยน400あるだ、ニスも400ある、500ล้านเยนโอ้โห5000กิโลこれ超限定車なんですよね。GTR V Spec Tommy Tommy ไคลอน300ล้านเยน GTRต่อไปเป็นอีกอาร์วีก็เป็นที่มันโล3นะครับมี120ล้านเยน34 Midnight Purple ใครจะคิดว่าเมเจอร์珍しいซื้ออาร์34อ่ะวันนึงแม่จะแพง値段が書いてありますそしてスカイライニュールステップテックです。これ今とんでもない値段するんですよ。34のニュールステシークレット来たら GTR ばっかだね、やっぱり。プリウスですが、このまま回すと、なんと後ろは IS。はい、ベルサイドの Z が置いてありました。この車は次のワイルドスピードで出る車だそうです。今のところこの Z が出てくるそうです。甘さのところにやってきましたね。SA だ、SA SA21 こっちはロードスター、これロータリーとか積んでるの。
セブンだよね。すげえこれ、なんかスリロタイねとかじゃなくて、ありましたね、こんなこと。